両港型重巡洋艦。両港型重巡洋艦は大日本帝国海軍の重巡洋艦。同型艦は4隻。ナチ級重巡洋艦と表記されたこともある。両港型重巡洋艦は、ワシントン海軍軍縮条約に基づき建造された1万トン級重巡洋艦で、あり、青葉型重巡洋艦の発展型といえる艦型であった。設計の主たるものは、 平賀譲る造船艦の手による。前々級の古高型重巡洋艦が米7000トン級、オマハ級軽巡洋艦、15.2センチメートル砲12門、との戦力比を埋めるために設計されたのに対し、本名高型では、事情が異なる。当初は88艦隊計画案における20センチメートル砲10門7200トン巡洋艦として、計画されていた。 ところが、ワシントン条約が締結されるに伴い、基準排水量制限1万トン内で最大の攻撃力と防御力を合わせ持つ有力な艦が要望されるようになる。計画は変更された。軍令部案では20センチメートル八8六61センチ、巨雷8門で35.5ノットの要求であったが、巨雷並走の高多体制への器具から、平川、巨雷全廃の代わりに、 手法十文艦への試案が提出された。大正十二年、これが入れられ、補充艦艇製造費で大正十三から十四年度に四隻が建造されることとなった。当初は、魚雷発射艦を装備していなかった。魚雷発射艦は必須の装備と考えた。軍令部は設計変更を要求したが、平川、魚雷発射艦は、不要との考えをガとして譲らなかった。 その後、妙高型は当初の平賀設計案が認可されることとなった。ところが軍令部は平賀が欧州視察に赴いた不在を狙って、藤本機構造船艦に妙高型の解説計を命じ、本型に魚雷発射艦が装備されることとなった。そして本型は、クラス A、大巡、高巡、軍縮条約において規定された巡洋艦のうち8インチ砲を搭載するもの。 呂光型巡洋艦として完成した。軍令部の強い要望に艦隊機関として駆逐艦と共に突撃させるためには雷装は不可欠との想定を受けて、藤本により雷荘が復活したものの、魚雷の強度上の問題から、魚雷発射艦は艦内中艦艦に61センチメートル3連装魚雷発射艦を固定装備で片元2機ずつ計4機とされた。 これにより居住区画が不足するなど、設計は錯綜した。さらに、環境構造は、不足した居住区を増設したために、青葉型よりも大型化した。来層の追加で200トン、追加の平員室など設計外重量の追加で900トン増加など、これら要因により予定の排水量より1割弱、980トン、重くなった。結果、 条約制限を超過してしまった。この種の事例は日本では珍しくなかった。本艦手法は、前型から引き続き三年式一号二十センチメートル五十口径砲を採用している。その性能は百十キログラムの砲弾を、方向初速秒速八百七十メートル最大行角四十度で二万九千メートルまで到達する能力である。そして、演奏砲道は、 新型の D 型砲塔へ更新された。動作性能は、行角40度、不角5度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番2番4番5番、砲塔は左右150度。3番砲塔は160度の旋回角を持つが、後方0度から20度の間は、電気的に引き金を引いても発射しない。これは近接する環境に向けて、誤発射しないためである。 弾薬定数は1砲等あたり125発。広角砲は45口径10年式 12cm 広角砲を採用した。これを単装砲がで4機装備する予定であったが、後に片元1機ずつ増やして2機増加の計6機搭載とされた。他に近接防御火器として、ルイス射精止め式 7.7mm87 口径機銃を単装砲がで2機装備した。 水雷兵装として十二式十一、立方センチメートル連装原則発射艦四機を艦内に装備した。艦内装備の雷装は従来の艦板上に置く方式と比べ、被弾時には閉鎖空間内で爆風と爆炎により被害を広むする恐れがあった。また設計時にない搭載は居住区画の不足を招き、環境側面部に居住区画を増設せねばならなくなった。 航空設備は、後部煙突と後部手法等の間に、カタパルト1機と水蒸気2機を収められる格納庫を設け、ミズンの基部に関西機用収用のデリックが1機装備、された。航空機格納庫には、航空機用燃料と水蒸気に搭載する小型爆弾が収納されていた。さらに4番手法を発射すると、爆風で関西機が破壊される、危険性が常に存在した。 事実、秒庫は、スラ菅谷沖海戦で、右舷型パルトで射出を待っていた、関西家を4番手法の爆風で破壊している。艦艦防御は中艦艦に貼られ、中央部は 35mm、原則部は 32mm である。水線部走行は4インチ、102mm で、原則22度傾斜して貼る傾斜走行方式を、前型に引き続き採用している。 この 102mm という走行圧は、同世代の同クラス艦で1万トン以内に収められた 25mm、64mm、さらに条約排水潮違反を承知で防御力強化をしたイタリアの 70mm と比べて分厚い走行だった。さらに水線下走行を内側に湾曲して、艦底部まで伸ばし、機関部のみに装式のバルジが設けられ、 水密隔壁として5 8ト、mm、ル層甲板が貼るなど可能な限り防備が追求されているものの水線武装甲の高さは機関部で3 5ル弾薬庫部分で2ルとあまり高いものではなかった。講師状態では前述の重量増加により水線上1 8ルまで沈んだと伝えられる。一方、 主砲塔の装甲を 25mm と、榴弾破片防御程度に軽量化しており、浮かせた重量で、砲塔下のバーベット部分の装甲を強化している点も、特徴である。この構造は低重心化と軽量化を両立させる。反面、砲塔内の人員と機器の保護が弱くなっている。機関配置は、前型と同じ区間室を前に、機関を後部に配置する。 全艦全機配置方式のままである。主艦は本艦から燃料をすべて重要使用する戦勝艦へと統一された。また、推進機械も海軍が設計した国産の艦製本部式ギアードタービンを採用した点が異なる。主艦にはロゴ艦本式重油戦勝艦を採用した。本型は主力艦に次ぐ艦隊の準主力艦としての役割があるため、 フルタカ型で問題となったボイラーの寿命を縮める恐れのある加熱器はつけず前型よりも低い温度の蒸気を使用したために耐久性が上がった。推進機関は新規に開発した根本式高低圧タービンを採用した。これは衝動式タービンの高圧型2機と低圧型2機をギアドライブで組み合わせて1機とするものである。これは タービン機関の大型化を抑えられるとともに、低速時に片側の高圧、低圧タービンを停止させて燃料消費量を抑えることを狙った配置である。なお、外側軸の高圧型タービン機関には、主タービンと別に巡航用の副タービン1機ずつが、巡航ギアボックスを介して接続された。機関出力は、ロゴカンポ本式重油戦傷艦12機と、 関本式工程圧タービン4機4軸を組み合わせた結果、大焼け身において設計馬力13万馬力を発揮した。高止速力は燃料や偽装を最小限とした経過状態で行われたため35.5ノットとされたが、実践状態ではこれを若干下回るものと想定されていた。また、排水量の増大により、 後続性能も計画よりも低下して14ノットで7000回りであった。その後昭和7年から昭和11年の第一次、13年からの第二次改装により、手砲を、正8インチ砲へと改正、方針の内筒を 203mm のものに交換、手砲弾の重量弾化、110kg から 125kg、砲弾の球弾砲を押し上げ式から、鶴辺式に改正、 浮力確保のため大型のバルジを、追加、89式12.7センチメートル、40口径広角砲を、連装砲がで4機への改正、25mm 基銃の、増備、魚雷発射管を、次発装填機付き92式4、連装魚雷発射管への更新、カタパルトの増設、搭載推定の増災と、重量増加に伴う水格納庫の撤去、また、 機関関係ではボイラーが一部高温管に取り替えられ、かつ巡航時に外原則二軸推進であったものを四軸すべてを推進する形式に変えたことにより250トンの燃料源はじめにもかかわらず、高距離は14ノット7000回りから14ノット7500回りに延伸した。ただし船体幅が増加したために速度は35ノットから33.3。 ノット程度へと低下した。特起事項として、8インチ法の散布開課題は大きな問題とされており、98式遅延発砲装置の導入による砲弾間の相互干渉制御によって一定の効果があるものとされたが、導入後の本法の散布会も決して良好とは言えなかった。また、大きな危険とされていたのは、機関部の中央重角壁である。中央重角壁は、 強度設計上及び、手法法戦時の甲た衛星を意図して設置されたものだが、片原への浸水時に、重量バランスを損ねての横転没の危険性があった。この危険性に対しては一部各壁を撤去するだけに、止めており、日本巡洋艦の飛来時における、危険な因子として潜在し続けた。設計主任の平賀大佐は、損傷時の浸水極限のためこれを許容したと、伝えられる。 同様の設計を踏襲した、トネ型、チクマにおいては、資金難により浸水した際に浸水量を900トンに制御し、かつ反対限注水によって、傾斜の制御を可能とした。しかし、この際1万4000トンの大艦にもかかわらず一時傾斜角は30度にも達して、転覆の危険があった。一方、米潤洋艦、キャンベラは、台湾沖航空船において、 航空魚雷一本をひかみなりし、全動力を喪失して4500トンもの浸水が発生したが、沈没は免れた。本型3番艦、足柄は1937年、昭和12年に英国国王大艦記念の観艦式のためヨーロッパへ派遣され、往路の4月11日シンガポールに到着する。同校にはイギリス空母、イーグルが停泊しており、 第四戦隊司令官、小林総之助少将は、ある人の、イーグルは、女性的だが、足柄は、狼のようだという発言を伝えている。その折、英国のメディアから、飢えた狼のようなと評され、日本側は、正観差に対する高評価と解釈したが、英語において、狼とは決して良い意味で用いられる形容ではない、ため、皮肉ではないかとの意見も存在する。また、 上官したイギリスの新聞記者が自分は今日初めて軍艦というものを見た。今まで自分が見てきたのは客船であったと評しているが、これも本級の戦闘能力の高さを評価したものではなく、むしろ巡洋艦としての本来の存在意義とは相入れないほどに劣悪な居住性を皮くったものと言われる。ただし長大なシーレーン防衛のための長期行動能力。 そのために高い居住性を求められたのは英国の巡洋艦の事情であり、病校型の計画島では日本の想定作戦海域がマリアナ諸島周辺だったことあり、居住性については大きな意を払っていない。ただし戦前の時点で日本の巡洋艦が相当無理をしているのではという指摘はなされていた。なお似たようなエピソードはいくつか存在する。 足柄放映に先立つ1934年、昭和9年、英国カウンティ九従巡洋館、バーウィックが日英交流の一環として海軍兵学校を訪れ、兵学校生徒が同館を見学したのである。その際、生徒たちは英国従順洋館を商船のように居心地がよく贅沢だと感じたという。兵学校の英国人教官ブロックは、英国従業艦は、 数年間に及ぶ海外勤務を行うため、家庭的な雰囲気と設備を持たないと、乗組員の健康と指揮が著しく損なわれるためだと述べた。また、英国巡洋艦を基準とすると、日本の軍艦は掃除が行き届いておらず汚れていると評した。また、県都級重巡洋艦サフォークと古高型重巡洋艦過去の間で交換見学会が開かれた際、 こうした窮屈な缶を日本が作り売るのはせいぜいあと10年だらう。今に国民の生活程度が向上して、こんな住居、住まいには耐えられなくなる時が日本にもやがてくるに違いない。とイギリス主官は評したという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。